はい、皆さんこんにちは、しなたんです。はい、今回はですね、多分ちょっと久しぶりだと思うんですけど、私のバッグの中身を紹介していきたいと思います。前とねちょっと変わったところもあるので、そう、今日はバッグの中身を紹介していこうと思います。よかったらぜひ最後までご覧ください。ではレッツゴー。はい、ということで、じゃん、こちらバッグでございます。これヴィンテージショップで買ったバッグで、形とこのサイズがめちゃくちゃドタイプなのと、最近私あるものを持ち始めたので、まあ、またそれは後で紹介するんですけど、それが入る大きさですごくちょうどいいバッグをね最近よく使ってます。まず1個目なんですけど、バッグの中身というか普通に持ち歩いてるもので、じゃん、こちらですね、スマホ。今ちょっと帰ってきてそのまま撮ってるのでかけてたんですけど、結構スマホケースの質問をいただくんですけど、ほとんど私ケースティファイのスマホケースを使ってます。これもね、そうなんですよ、これ最近新しくゲットしたやつで、もともと私これを使ってました。これもケースティファイのやつで、ここはねミラーになってるんですよ、ね、これすごい便利で、手先でちょっとリップ塗り直したいなとか、目痛いなとかなんか確認したい時、このケースを鏡代わりにして使ってたりとか、本当に便利なんですよね。前の iPhone からこのケース使ってたんですけど、 12 Pro に変えて、変えた時もこのケースを買いました。で、新しいやつ、これね紐がついてるんですよ。最近はねちょっとバッグ大きめなんですけど、ちっちゃいバッグを持つことが多いので、そういう時とかスマホがやっぱり入らないんですよね。プラスポッケがない服とかを着る時に、スマホの収納場所というか、ずっと手で持ってるの大変だなと思って、この紐付きのものを新しくゲットいたしました。もともとロサンゼルス発のグローバルライフスタイルブランドで、海外でも実際に多くのセレブさんだったりも使ってたりとか、私も何年前かな、学生の頃からずっと使ってて、で私は今回この新しい iPhone ケースゲットしたんですけど、インパクトケースってやつで1000種類以上あるんですよね、デザインが。そのデザインの中から自分が気に入ったものを選んで、こういう感じで主に自分の名前を入れたりとか、自分の誕生日入れたりとか、好きな言葉入れたりとか、本当に自分だけのこのカスタムケース、オリジナルケースが作れるっていうので、すごく有名な iPhone ケースで、私はここにちっちゃくシューなって、今回は紫のカラーで文字を入れてみました。カメラの周りにはケースティファイっていう文字が入ってたりとか、側面もこんな感じでね、私今回ブラックなんですけど、この紐もいろんなカラーありました。ケースももちろん可愛いんですけど、ディフェンシファイって読むのかな、抗菌コーティングもされてるんですよ。 99% 細菌をカットしてくれる、だから今の時期もすごいいいし、あと最近すごくエコとかも注目されてると思うんですけど、このケースの原料の 50% 以上がリサイクル素材でできてたりとか、可愛いだけじゃなくて、そういったところにもすごくこだわりが詰まってる iPhone ケースです。本当に私大好きすぎて、もう一個あるんですよ。結構なんか日によって変えたりとかもするんですけど、このレザーケースもあって、これもこんな感じのデザインにしました。これもシューナって入ってるんですけど、やっぱなんかオリジナルってなると名前を入れたくなりますよね。これは私はもうシンプルな感じで真っ黒にしました。ブラックのレザーケースにブラックの文字、ちょっと見えづらいかもしれないんですけど、これもね本当に素材がめちゃくちゃ良くて、マット素材というかツヤツヤしてないレザーで、すごく大人っぽいのと、あとこれも 90% が環境に優しいリサイクル素材でできてます。お父さんお母さんへのちょっとしたプレゼントとか、そういうのにもすごくいいんじゃないかなっていうふうに思います。あ、でそうそう、これね同じ文字の字体なんですけど、カラーもいろいろあるし、文字の種類ももっとあるんですけど、私はなんかこの字体がすごい好きですね。スポーティーな感じというか、かっこいい感じかな。気づいたら全部この字体でした。あと場所もね変えられるんですよ。ミラーケース真ん中にあるんですけど、このレザーケースは端っこにあったりとか、インパクトケースは下にあったりとか、そうだから本当に自分の好みなケースを作ることができるので、私もこんなにたくさん気づいたら持ってましたあと一番私がこのケースティファイを使ってる理由が、このインパクトケース、キーテックっていう衝撃を吸収する素材が使われてるんですね。落としてもね壊れにくいんですよ。スマホって修理ってめちゃくちゃお金かかるじゃないですか。このケースがあることで守ってくれるので、壊れにくくなるのが本当にありがたくて、ちなみにこのインパクトケースは2メートルから落としても壊れないって言われてるんですよ。こんなにスリムでこんなに軽い iPhone ケースなのに本当に壊れないのって思いますよね皆さん。なので今日私が責任を持って何のテストしてみたいと思います。高いとこからこの携帯をちょっと怖いですけど落としてみたいと思います。うわ、どうなるんだろう。床はさすがにあれなので玄関のとこでやっていきたいと思います。はい、じゃあ玄関に行きました。価格的に全身映すのが難しいんですけど、高いとこからバンと意を決して落としてみたいと思いますみんなは全然わざとやらないでくださいね。画面をお見せしときますね。これ私ねフィルム貼ってないんですよ。だから命がけでやります、今からじゃあ落とします。怖っ。いきますよ。
ようとしたけど無傷です。しかもちゃんとつきまーす。すごいすごい、もう本当に怖かった。ちょっともう戻りましょう。ということで戻ってきました。いやー怖かった。内心ちょっとドキドキしましたが全然無傷です。すごい。そう、まあこんな感じでチーテックっていうのが使われてるので 2m の高さが落としても問題ないっていう、そこも私はすごく信用してるのでこの iPhone ケース使ってます。でももう使ってる方も多いと思うんですけど、ケースティファイにしようと考えてる方は概要欄に1ヶ月間 15% オフになるクーポンを発行してもらったので、ぜひよかったらそちら使ってみてください。はい、ということでちょっと長くなってしまいましたが、私のスマホケース事情こんな感じでした。では早速こちら、これ本当にねガバって開くんですよね。すごい使いやすくってたくさん中も入ります。じゃあまずこれかな、やっぱりじゃーん、財布です。これはもう私ね多分ずっと変わってないんですよね。何年前かな、3年前とかかなに友達にプレゼントでもらいました、ヴィヴィアンの財布を。これすっすごい使いやすくって、とにかくサイズ感がコンパクトなのでめちゃくちゃ助かるんですよね。シュッて入ってくれるから、私はこの先ずっとミニ財布、コンパクトな財布を使うと思います。何回紹介してるかわかんないんですけど、これもとっても気に入ってます。では続いてじゃん、こちら。これもずっと使ってるんですけど、シュナタン巾着袋。これは私の初めての単独イベントの時の来てくれた方限定にお渡しした巾着なんですけど、まず1個目、こちらですね。ハンドクリーム、ロクシタのハンドクリームでローズの香りなんですけど、これもね友達からプレゼントでもらって、ロクシタのハンドクリームやっぱいいですね。使った後もすごいサラサラになるので、そこもめちゃくちゃ気に入ってます。手の甲にこんな感じで取って、手の乾燥私すごいひどいんですよね。一人暮らしして家事をするようになってから余計に乾燥が気になるようになったんですけど、やっぱ手って大事じゃないですか。手乾燥してたらちょっとねあれかなと思ってハンドクリームを持ち歩いてますね。で次がこちらですね、目薬。これももうずっと使ってます。何個目なんだろうっていうぐらいもうリピ買いアイテムなんですけど、ロート G の一番強いやつかな、めっちゃ目がスッキリするやつです。目薬って本当に私必需品なんですよね。目乾くし目ゴロゴロするなとか、ちょっと目スッキリさせたいなっていう時とかにパッて刺します、いつも。で続いてこちら櫛ですね。どっかのホテルでもらってきた櫛です。この櫛が本当に使えるんですよね。この細かい方とちょっとこっちの粗い方で使い分けられて、しかもすごいコンパクトなので、どこでもらったかわかんないんですけど、どっかのホテルからもらってきましたね。次がもうこれも必需品じゃん、モアリップです。モアリップは本当に出会えてよかったって思います。私すごい唇乾燥しやすくって、冬とかもパッキパキなんですよね。出先でつけることももちろんあるし、寝る前とかは必ずつけます。これに出会ってからもう多分5個目ぐらいかな、すごいリピ買いしてますね。で、あとラスト、こちら。これはね、日によって変わるんですけど、その日使ってるリップを持ち歩きます。私基本的にコスメはあまり持ち歩かなくって、持って行っても化粧直しするタイミングもあんまりわからず、結局ね、化粧直しあんまりしないんですよ。まあ、でもリップはさすがにご飯食べたりとかした時に、どうしても取れちゃったりとかすると思うので、本当に必要最低限、リップだけ持ち歩いてます。今日もちなみにマックのモカっていうやつで、ミニサイズのリップなので、すごくコンパクトなんですけど、これを持ち歩いてました。巾着はだいたいこんな感じかな。で続きましてじゃーん、これこれはもう多分私のバッグの中身の動画ではプロ出場なんじゃないかな。だいぶ前から使ってますね。シチュケースなんですけど、このエピソードも何回目かわかんないんですが、私の妹の友達の妹、ちょっと遠いんですけどにもらいました。もう本当に嬉しくてずっと使ってますね。このティッシュケースをもらってから私はティッシュを持ち歩くようになったので、本当にもう感謝です。女子力が上がったかな。あとここにねポケットというか、ここにちょっとスペースがあるんですよ。だからここには絆創膏、つづれとかをよく起こしやすいので絆創膏は必需品ですよ。もう持ちすぎじゃないっていうぐらい入れてます。あとこれが車崎神社のお守りなんですけど、メロタンがねお守りを買ってきてくれて、これをこの中にしまって持ち歩いてます。ティッシュケースはこんな感じかな。で続きましてじゃん、こちらコンパクトミラーなんですけど、私
私もともとシャネルのコンパクトミラーを使ってて、これもちなみにシャネルのミラーなんですが、これがねシャネルさんから新しいリップをギフトでいただいたんですよ。ありがとうございます。その時に一緒に入ってたミラーで、これはね非売品らしくって売っていないものなんですが、ミラーをいただいたのですごい可愛くて、ケースもついててコンパクトだし使いやすくて、これも持ち歩いております。続きましてじゃん、こちらディオールの香水になります。私本当に香り物がすごく好きで、香水は必ず出かける時につけるんですけど、ミニボトルですごいコンパクトなので、これも持ち歩きサイズ、持ち歩きにちょうどよくって使ってますね。これがねブルーミングブーケっていう香りなんですけど、ディオールの中でも多分一番人気なのかな。なんかねみずみずしいんですけど、ちゃんとなんか女性らしい甘さだったりとかフローラルな感じもあったりとかして、すごくいい香りです。万人受けする香りだと思ってます、私は。で続きましてじゃん、これも必需品ですよね。エアポッツケースです。ケースじゃない。エアポッツです。私はね、エアポッツプロじゃなくて、エアポッツを使ってるんですよ。周りの音が本当にシャットダウンされるのがあんまり好きじゃなくって、一回持ってる方のやつを付けさせてもらった時に、なんか本当にもう自分だけちっちゃい箱の中に閉じ込められた感じ、ポンって違う空間に置かれた感じになるんですよ、本当に。それが好きっていう方もいると思うんですけど、私は外の雑音、ちょっとザワザワした感じとかも、どちらかというと感じてたい人なんですよね。なんかそっちの方が安心するんですよ。あんまり音が聞こえなさすぎると電車とか乗っててもちょっと不安になったりとかするので、私はねこっちのエアポッツ普通の方が好きで、これを今は使ってますね。で続きましてじゃん、こちらですね。これは今の時期ならではかなと思うんですが、アルコールのハンドジェルですね。ジョバンニっていうところのやつなんですけど、コンパクトなサイズですごく持ち運びがしやすくって、ご飯食べる前とかにこうやってやったりとか、気づいたら消毒したりとかするんですけど、結構ハンドジェルで荒れちゃうっていう方も多いと思うんですけど、このジョバンニのアルコールは肌荒れを防ぐハーブエキスっていうものを配合してるので、肌荒れもしにくいんですよね。アルコールで手が荒れちゃうっていう方とかにもすごくおすすめなアルコールなので、ぜひ見てみてください。で続いてじゃん、こちら。これはねちょっと正直言うと、キャップ薬中で入ってるかって言われたらそうではないです。結構忘れます。覚えてる日というかちゃんと入れてる日もあるので、ちょっとサブみたいな感じで紹介させてほしいんですが、ハンカチですね。多分中学生ぐらいの時に友達にお土産でもらったんですよ。龍馬くんっていう坂本龍馬のやつです。ハンカチもね持ち歩いてますっていう、サブで 50% ぐらいかな、2分の1ぐらいの確率で持ってますっていうやつです。で続いてでラストになります。じゃん、こちらでございます。これがね最近の新入りちゃんで、ボトル、ミニボトルですね、まあ、水筒。これもスマホケースと同じブランドのケースティファイのやつで、ケースティファイライフスタイルブランドなので、こういった小物みたいなのもあったりとかするんですけど、最近ペットボトルのラベルとかもラベルレスのやつがあったりとか、コンビニとかスーパーとかでも有料バッグになったりとか、そういう活動が最近は多いと思うんですけど、私もちょっとできることをやってみようかなっていうことで、マイボトルを最近ゲットいたしました。これもねカスタムができて、ここにシューナっていう風に入ってるんですけど、これがちなみにね 550ml 入ります。私よくお水を飲むので、ペットボトルとかはね持ち歩いてるんですよ。いつもペットボトル持ち歩くんだったらこのボトルを持っても同じだなって思うし、保冷保温とかもできるので、冬だったらちょっとあったかいもの持ち運んだりとかっていうのもできるなと思って、最近新しくゲットしました。これもちょっとピッとなるので、ここを持ってたりとか、すごくこれも気に入ってますね。そう、これを持ち歩くためにこのバッグを最近はよく使いますね。これがスポッて入るので、最近でよく使ってるっていう感じでした。はい、ということで今回はこんな感じで私のバッグの中身を紹介してみました。ついでにねスマホケースもちょっと質問が多かったので紹介したんですけれども、今の時期ならではのものだったりとか、こういったね新しい試みのものだったりとかもあったので、最近やってなかったしと思って紹介してみました。スマホケースもたくさんの質問来てたので、今回紹介できてよかったなっていう風に思ってます。もし気になった方いたらぜひね概要欄をチェックしていただきたいなと思います。はい、というわけで今回はこんな感じで私のバッグの中身紹介でした。また変わったりとかしたら紹介していきたいなと思います。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではバイバーイ。